皆さんこんにちは。ということで、今朝起きたらですね、なぜか左の肘と手首がちょっと痛くてですね、どうしたのかななんて思ってちょっとわかんないんですけど今日仕事がありまして、仕事して競技場来たんですけどね、なんか5時までっていうことで、あと33分くらいしかないんで、ロングジョグもなしで、マーク走ですね、ミニハードルちょっとやって動き作ってから、150メートルをね、一発ぶっ込んで終了しようかなと思いますんで、今日もよろしくお願いします。時間がやばい。いつも向かい風で、もう5時なんで、着替えて外でダウンねしたいと思います。ということで、ゴールデンウィーク合宿2日目終了で、あとはね、明日しっかりと追い込んでいきたいと思います。ありがとうございました。